ローレンス・レッシュグとフリーカルチャーとラベルされたラップトップウィーキペディアによる発信もフリーカルチャーフリーカルチャー運動とはインターネットや他のメディア媒体を使って創造的な作品をフリーコンテントの形式で配信したり変更したりする自由を推進する社会運動であるこの運動は過度な制限を課す著作権法に反対している多くの運動参加者は このような法律は想像力を妨げていると主張しており、許可を必要とする文化と呼称している。ローレンスレッシグが設立したクリエイティブ・コモンズでは様々な条件で共有を許可するライセンスを用意しており、クリエイティブ・コモンズライセンスの著作物をオンラインで検索するシステムを提供している。アイデアの自由な意見交換精神を持つフリーカルチャー運動は、 フリーソフトウェア運動に通じるものがあり、GNU プロジェクトの創設者であり、フリーソフトウェア活動家のリチャード・ストールマンは自由な情報共有を主張しており、フリーソフトウェアは無料のビールではなく言論の自由を意味しているという発言で有名である。フリーカルチャーという言葉はこの運動の父としても知られるレッシュグが2004年に表した同名書籍に初めて登場する。 1998年にアメリカ合衆国議会を通過し、ビル・クリントン大統領が署名し成立した著作権に延長法により、著作権保護期間が20年を延長され、結果作者の死から70年経過しないとパブリックドメインにならなくなった。ウォルト・ディズニー・カンパニーがこの法律を強く推し進めたためミッキー・マウス保護法と揶揄されている。 デッシグは著作権自体文化的な生産や知識の共有、技術革新を妨害している上、公共財を否定した私益のための法律でしかないと主張している。1998年、デッシグは米国中を周り大学のキャンパスで100以上もの講演を行い、運動を推し進めた。この行動は、スワースモア大学にて、スチューデンツ・フォー・フリー・カルチャーにおける、 最初の支部の設立につながった。1999年、レッシュグは合衆国最高裁判所に著作権延長法は違憲という訴えを起こしたが、自身の強い信念にもかかわらず、限られた著作権保護機関に関する憲法の普通語の引用に、大使レッシュグはスティーブンス、ブレイヤー裁判官の2票の反対表を変えることができなかった。2001年、 クリエイティブコモンズをデッシュグは設立し、全権利を所持する著作権システムと一線を画した、いくつかの権利を所持するライセンスシステムを提唱した。通常フリーカルチャーに関連付けられる組織といえば、デッシュグが設立したクリエイティブコモンズであり、創造的。q u e s t i o n、C、o p y r、I、g h t o r g という別の団体では、流通の独占が引き起こす。 経済的、芸術的、社会的な害を浮き彫りにし、アーティストや一般大衆にとってもっと良い自由な流通を実現する方法を実証する目的で活動しており、ニナ・ペイリーというアーティストが制作し複数の書。団体のウェブサイトには、いくたのリソース、出版物、いくつかの著作権、特許、商標の問題に関するリファレンスが掲載されている。学生団体である、 Students for Free Culture は時々 The Free Culture Movement と混同されて呼ばれることがあるが正式名称ではない。この団体はフリーカルチャー運動の一翼を担っている。1998年にスワースモア大学で最初の支部が設立され、以降アメリカ合衆国中に26もの支部があるとされている。フリーカルチャー運動は フリーソフトウェア運動の理想を受けていてソフトウェアの分野から全ての文化や創造的な作品に向けてその理想を拡張している初期のクリエイティブコモンズではリチャード・ストールマンもこの団体を支援していたが発展途上国ライセンスとサンプリングライセンスを含むいくつかのライセンスの導入に反発して指示を撤回したその後クリエイティブコモンズ側がそれらのライセンスを 取り下げたことでストールマンは再び支持するようになった。この運動のサブセットであるフリーミュージック運動は1994年初期にラム・サミュドラーラによってフリーミュージック哲学がウェブ上で人気になったことで始められた。リチャード・ストールマンによるフリーソフトウェアのアイデアが元になっており新たなオープン芸術とオープン情報運動と一致している。フリーミュージック哲学は 楽曲のコピーが制作できて、インターネットを通じて、完全な制度かつ容易に配布される事実に基づき、無制限なコピーを広げることを任意で奨励するために、3方向のアプローチが用いられる。その後のフリーミュージック運動は、ビルボード、ホーブス、ディヴァイスオリジナルミュージックマガジン、ザ・フリーラディカル、ワイヤード、ニューヨークタイムズといった多くのメディアに取り上げられた。 フリーソフトウェア、リナックス、コピーレフトライセンス、ウェブの発達、P2P の人気、MP3 といった音楽ファイルの圧縮標準規格によって、フリーミュージックは音楽業界の努力にもかかわらず21世紀、初頭に広がりを見せた。電子フロンティア財団やクリエイティブ、コモンズといった団体、ローレンスレッシュ群のような情報の自由擁護者は、 著作権とコピーレフトの違う趣旨に基づくされた多数のライセンスを工夫している。疑問は音楽を自由にする方法ではなくむしろインターネット世代においてミュージシャンが制作したものを収益を出しながら反映させる創造性を生み出す方法に移行している。フリーカルチャー運動におけるクリエイティブコモンズは自由の標準を減らしていると批判されている。したがって 運動内の一部のみが考えるいくつかのクリエイティブ・コモンズライセンスは実際自由文化作品の定義に基づいて自由になる。2008年2月にクリエイティブ・コモンズは表示、表示、継承ライセンスにアプルーブドフォー・フリー・カルチュラルワークスバッジを追加した。商業利用や二次的著作物を制限するライセンスではこの特別なマークはつかない。 フリーカルチャー運動に最もだ高な批判を知っているのは著作権支持者である。ソングライターズギルド・オブ・アメリカのリック・カーネスやアーツ・ラブスのエグゼクティブ・ディレクターであるコーリー・ハドギンス、技術やメディア会社の連合はフリーカルチャー運動が著作権は文化を殺すと主張しているのにもかかわらず、運動自体やメディアが芸術産業や経済成長にダメージを与えていると批判している。 加えて、一部では著作権議論の雰囲気の変化を主張している。フリーカルチャーはかつてプロデューサーを企業から守っていたが、今は小さなプロデューサーに損害を与えているとされる。著名な技術者、ミュージシャンであるジャロン・ラニアーは2010年に出版した人間はガジェットではないにてこの考え方や多くの批評を論じており、ウィキペディアのようなクラウドソースの匿名メディアの 非人格化や中流アーティストの経済的尊厳を懸念している。Web2.0 の批評家であるアンドリュー・キーンも、著書、Google と Wikipedia と YouTube に未来はあるのかで、フリーカルチャーのいくつかのアイデアを批判しており、デッシュグを知的財産共産主義者と評している。ニュースメディア産業においても、フリーカルチャーは市場の衰退の原因になるという批判がいくつかあるが、 フリーカルチャーではなく、市場自体が、ジャーナリズム産業を殺していると主張する、クレーシャーキーといった学者もいる。ありがとうございます。